釣れるじゃん。釣れますか。はい、皆さんこんにちは。釣れるじゃんの動画のお時間です。今日はご視聴ありがとうございます。変な BGM が流れてると思うんですけども、これはですね、アプリで、スマホのですね、アプリで、適当に作曲しました。自作のルアーです。まあ、それはどうでもいいんですけども、今回はですね、愛知県の北部の方にですね、あります管理釣り場、ダンドコさんね、ダンドコの管理釣り場さんに来ています。100均の材料をですね、使って、X スティックっていうですね、ルアー工房さんから出しているルアーがあるんですけども、スプーンっていうカテゴリーになるんですかね、そちらをですね、思いっきりパクりまして、作りました。こんな感じです。マスクガードっていうですね、アルミでできたような細いトップコートつけてます。トップコートはマニキュアルアーが、ルアーじゃなくて、そういう素材があるんですけど、それにマニキュアをですね、塗り重ねて、適当に穴を開けてですね、そう、リングと、あと、まあ、スプーン用のですね、フックを、シングルフックをつけて、まあ、ただ投げて巻いているだけっていうことでですね、すぐですね、こういうですね、大井川ですかね、こういう小魚がですね、バンバン釣れました。で、まあ、あんまりちっちゃかったのでですね、全部逃がしたんですけども、かなり食いつきが良くてですね、管理釣り場だけでなく自然の渓流とかでも釣れそうな感じですね。重さはですね、一応 1.5g ぐらいですかね、測るとだいたい 1.5g ぐらいになりました。まあ市販品はですね 1.2 とか、0.9 とか、まあ、もっと軽いのがあるんですけども、まあ、偶然 1.5 ぐらいになりました。で、続いてですね、投げたルアーですね、ラパラのカウントダウン。カウントダウンはですね、これもすごいヒットが続く、もうほとんど入れ食いになるようなルアーでしてね、僕も大好きで。ラインが 2.5 ポンドのナイロンです。2.5 ポンド。もうドラグがなるなるですので、もう本当ちょっとでもね、締めると、まあ、ラインも細かったので、まあ、切れてはちょっと嫌だなと思ったので、まあ、慎重にこうのテンションを軽くかけながら引いてきたんですけども、ね、結構ですね、暴れまして、ですね、これ、時にはラインがね、4本バラしやすいので、伊藤君が釣れたんですけど。2.5 ポンドで、まあ、大体50センチ前後ぐらいのニジマスですかね。ああ、バレちゃった。で、バレてしまいました。もう本当、超残念でした。まあ、返しがついてないのでね、まあ仕方ありませんね。で、またね、かかったんですよね。今度はですね、もうドラグゆるゆるすぎてですね。結構大きいぞ。あれ、これもですね、結構大きな巨体でしたね。まあ、ラパラで釣れる魚って結構大型のが多かったです。それでは今回失礼いたします。いて